はい、皆さんこんにちは、心理カウンセラーの乗竹健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、皆様もご存知だと思うんですが、トランプ前大統領が、銃撃に遭いました。これ本当にあってはならないことだと思うんですが、それについての報道の中でですね、サンデーモーニング、 TBS テレビのサンデーモーニングの中でコメンテーターの方が、これプラスのアピールにもなりかねないという発言だったりとか、トランプ陣営はこれで結束していくきっかけになる可能性がありますよね、というような発言がありました。この件がですね、X の中で、炎上しております。僕もね、この発言はいかがなものかなというふうに思いました。その件についてちょっと取り上げてみたいなというふうに思います。で、まず最初にですね、もう本当にトランプ大統領、これいつか命狙われるんじゃないかというふうに僕も、心配していたんですが、今日ですね、演説の途中に、銃撃をされるという事件が起こりました。最初はですね、これ何が起きたんだと思っていたんですけれども、今いろんな憶測が飛んでいます。正直、やっぱり情報がまだ、少ないので、これなぜこういうことが起きたのか、誰が仕掛けたのかとか、いろんなことがまだ分かっていない状態に、なっていると思います。一つだけ、僕もですね、ちょっとおかしいなと思っていることが、これ軍事評論家のマックスさんも動画の中でお話をされていたんですけれども、約130メートルぐらい離れた場所から、トランプさんを狙ったというふうに言われているんですが、これプロの仕事だったらこれ外さないと、だからこれは本当のプロの仕事ではないんじゃないかというようなことをおっしゃっていたので、僕もその可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。だからこれ誰が何の意図があって、何の意図があってもね、こんなことは起きてはいけないことなんだけれども、まだちょっといろんなことがね、分かってないというのが、正直なところじゃないかなというふうに思っています。そんな中で、これ僕も X 上でですね、シェアされているのを見て知ったんですけれども、このサンデーモーニングの中でもこの件がについて取り上げられていました。で、当然この元大統領、この政治的なことでですね、この暴力だったりとか、そういうものが起きるというのは絶対にあってはならないことであるということは、当たり前のことだと思うんですけれども、そんな中でですね、そういう前置きをしつつもですね、この選挙戦について、これはトランプ大統領の有利に働く可能性はありますよねとか、すごくプラスのアピールにもなりかねない、なりかねないっていうことは、これこのトランプ大統領が被害に遭われているのに、それがプラスのアピールにもなりかねないですよねって、それはまるでですね、もう前提としてトランプ大統領を批判しているっていう前提の発言のように聞こえるんですね。トランプ前大統領はもうとんでもない大統領だったと、そしてバイデンさん率いる共和党は素晴らしいと、だけどこのトランプさんがまた次大統領選挙で大統領になったら、またおかしなことになるでしょっていう、もう前提のもとで話してる話し方じゃないと、こういう言葉って出てこないと思うんですね。この、銃撃に遭った被害者のトランプさん自体が被害に遭っている方なのに、これがね、すごくプラスのアピールにもなりかねないっていう発言をしている。しかもこれは、何度もね、放送される、流れるでしょう、映像が。そしてトランプさんがこう耳をね、銃撃がかすめたと言われているんですが、この血を流しながらもすごくガッツポーズをしている映像が、非常に今メディアで流れているわけですね。でこれを、何回も流れるでしょうって、でこれはもう自分は強いっていうアピールになっていると、だからこれがプラスのアピールにもなりかねないし、共和党トランプ陣営は、これで、さらに結束していくきっかけにもなる可能性があるっていうようなことを言及されているわけですね。でまるでそうなってしまったら困るような発言の仕方をしている。で、これ中立な立場であるメディアが、そもそもそういう発言をするのはいかがなものかというのは、僕もこの、ニュースを見てですね、本当に思いました。ちょっとその部分だけ、ちょっと音声だけ流してみますね。ちょっと聞こえづらかったら申し訳ないんですが。ただこうやって拳を上げて見せてる姿っていうのは、俺は元気だぞと。だむしろ選挙戦から言うと変な話ですけどね。はい、有利に働く可能性はありますよね。すごくこうプラスのアピールにもなりかねないという感じがしますね。それを何回もこれは流れるでしょうね。共和党、トランプ陣営が、はい、
ここの部分ですね。これもし逆にバイデンさんだったりとかがなった場合、多分こういう発言の仕方はしないんじゃないかなというふうに思います。そもそも、今回、まあ、前回、まあ、トランプさんがですね大統領になってからもずっとそうなんですが、日本のメディアのあり方というのは、まあ、これアメリカでもそうなんですけれども、全部トランプさんはとんでもない人だと、とんでもない大統領だと、いうことだけを流し続けて、そして、バイデンさんが正しいというような報道の、偏った報道の仕方をずっとしてきたと思います。しかし、多くの方がもうだんだん気づき出しているわけですね。僕はトランプさんの全部がね正しいかどうかっていうのはもちろんそうじゃない側面も持っていると思います。しかし大きな流れとして、もちろんトランプさんもね、〇〇〇〇を推進してきた側ですので、まあ、その辺もちょっと疑問に持つところはあるんですけれども、まあ、そうは言っても大きな流れとして、やっぱりグローバリズムの流れと戦おうとしているナショナリズム、自分の国、アメリカファーストで自分の国をまず一番に考えていこうということで戦っていた方だと思うんですね。で、それを全部こう、まるでトランプさんが悪者であるようなプロパガンダのやり方をしてここまで来た。そして4年前の大統領選挙、僕かなりですねこの時注目して、いろんな方の YouTube とか見てですね、注目していたんですけれども、まあバイデンジャンプというやつですよね。明らかにおかしい選挙だった。まあこれも詳しく言うと結構 YouTube 上で危ないみたいなので話せれないんですけれども、まあ本当にあの当時もみんなトラさんとかね、なんかそういうような梅さんとか、そういう隠語を使って話してた。そういうじゃないとこう消されちゃうわけですよね。要は都合が悪いわけですよね。しかし明らかにおかしかった。トランプさん過去にないぐらい票を取っていたのに、それを上回るぐらいバイデンさんが取っているわけなんですよね。そんなことはありえないことが、起きているということがあったわけです。で、今回の大統領選挙も当然ですね、これ世界中が注目しています。これトランプさんになるのか、もしくは共和党の、まあ、バイデンさんが出てくるのか、代わりの候補が今後出てくるのか、まあ僕は代わりの候補が出てくると思っているんですが、その結果によって、まあいろんなことが、変わってくる、動くわけです。で、当然、そのバイデンさんの後ろ側にいる人たちというのはトランプさんを落としたいわけですよね。前回の4年前もあの手この手でやってきた。そして、ホワイトハウスの襲撃事件みたいなのも、あれも実はあちら側がやったというふうに言われているわけなんですけれども、あれも含めて不可解なことが本当に多くて、それが当たり前のようにまかり通っていって、これ本当に民主主義なのかと、思うようなことが起きていたと思います。そしてあれから4年が経って、トランプさんが、今非常に頑張っている。そして人気も出てきている。そしてどれだけ、このメディアだったりとかそういうものを使ってプロパガンダしてきたけれども、だん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 バイデンさんの人気が落ちてトランプさんの人気が上がってきている。要はアメリカの人たちはもうだいぶ多くの人たちが、気づき出しているということなんですね。日本ではまだまだトランプさん、あの人がって思ってる人の方が多いかもしれないんだけれども、アメリカではもう、誰が本当にアメリカのことを考えていて、誰が、そうじゃないのかっていうことが、もう気づき出している。それがこの人気の結果なんじゃないかなと思います。それで、今回の、大統領選挙に向けてですね、じゃあ当然僕が一番懸念してたのは4年前と同じようにまた、人の手が加えられて選挙結果が操作されるっていう、まあ、あのキーワードを出すとちょっと怖いので濁していってますけれども、まあ、それが起きるんじゃないか、それによってトランプさんが当選しないんじゃないか、これ普通でいけばもう今までの人気の、事前調査で、まあ、トランプさんが勝つだろうというふうにほぼほぼ言われているわけですよね。でもそれをさせない手っていうのをいろいろありとあらゆる手でやられているわけですよね。で、まさかこのタイミングで、銃撃事件が起きるとは思っていませんでした。まあ、この件に関しては、犯人も、射殺されているということもあって、まあ、ちょっと本当のね、真実っていうのは表に多分出にくいじゃないかな。何かの力が働いたりとか、何かの意図があって、いろんなことがうごめいているんじゃないかなというふうに思います。しかし、先ほども言ったように、マックさんが言ったように、これはプロの仕事ではないんじゃないかというところも、すごくね気になる点だなというふうに僕は思っています。この事件でですね本当にお亡くなりになられた方も、見えるということで、本当に心からご冥福をお祈りするとともにですね、こういう事件が、絶対に、二度とあってはいけないというふうに思っています。これアメリカだけの話じゃなくて、日本でもですね、これ安倍さんがですね、
暗殺されているわけですね。そして山上容疑者が、犯人だというふうに言われているんですが、これも当然僕も怪しいと思っています。どう考えても不可解な点が多い、辻褄が合わない点が多い。最初の、病院のね、担当した人の証言とその後の証言がいろいろもうすり替わっている。まあいろんなことがおかしいことだらけであり、日本でもこれこういう、ことが起きているわけです。非常に恐ろしい世界だなというふうに思います。そしてもう一つこういうことの中で言えることは、やっぱりですね、暴力に負けないためにはこういう、力、暴力の力に負けないためにはですね、やっぱり数の力が本当に大事だと思います。実は、香港で、まあ、その自由をね求める民主、運動があったと思うんですが、あれは本当にですね力で抑えられてしまった。しかし、この力で抑えられないためにはですね、やっぱり気づく人が増えてきて、それはおかしい、そういうやり方はおかしいと、言える人が、本当にたくさん増えることが必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、とりあえずですねトランプさん命には、支障はないということで本当に良、かったなというふうに思っています。まあ、本当に、まあ、心からですね、まあ、こういうことに負けないでほしいなというふうに思いますし、そして僕たちも例外ではない、本当に、僕たちもやっぱりこういうものに屈してはいけない、負けてはいけないんじゃないかなというふうに思います。皆さんはどう思いましたでしょうか。メディアの報道のあり方っていうのはですね、本当に今回のパンデミック振り返ってみると本当にひどい、あまりにも一方的である、とても中立的な、事実を報道しようとしている報道機関ではない、まあ、そんなことね分かりきってたことかもしれないんですけれども、まあ、改めてこの実験を通してですね本当にひどいなというふうに思いました。はい、ということで皆さんどう思いましたでしょうか。ということで最後に1点ご案内なんですが、9月1日の日曜日に、名古屋で、神社チャンネルの羽賀ひかるさんとコラボセミナーをさせていただきます。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら、詳細ご覧ください。そして僕のチャンネルは、削除対策用に全部で5つチャンネルがあります。チャンネル登録、高評価ボタン、通知ベル設定よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。